ンネル。DYM 人事部熊谷です。小池真帆です。ファンテです。はい、今回は就活で SNS を活用する際のポイントについて取り上げたいと思います。 SNS が多くの世代に浸透し、最近では就活においても変化が見られますということで、皆さんね、たくさん活用されていると思いますが、 SNS の就活における活用法というところの解説していきます。 SNS、活用の目的、そもそも2種類ですね。調べると発信するに分かれます。情報収集している就活生非常に多いんじゃないかなと思いますが、常に新しい情報がですね、アップされていくので、非常にこうリアルタイム性が高いというところで、いろんな企業の選考の情報とかっていうのをチェックできますよと。とはいえ、カモさん、 SNS 上だとなんか情報の信憑性というか際どいところかなと思いますけど、 SNS 上で情報収集する上で気をつけることってありますか？世の中の確実に言える間違いない情報だけ、頭に入れてても、あんまり意味ないんですよね、それは全員入るんで、どうせ、不確実性のなんかどっちとも言えるみたいなところに対して、どっちの意見を持つかっていうところに結局価値があるんで、根拠がないこととか、例えば僕が朝9時までに起きないやつはダメだみたいな、就活そんなやつ大体失敗するみたいなことを仮に言ったとして、そんなの別に根拠も何もないんですよ。だけどそれをじゃあ根拠がないから信じちゃダメかとか、そういう話って次元低くて、そういう意見もあるんだなっていう、世の中いろんなこと言ってる人いるなって言って、全部こう血となり肉となり全部インプットしていくっていうのが大事なんじゃないですかね。その最大公約数を自分の中で作るみたいなイメージです。活用するもう一つの利点が発信の方ですね。自分のアピールポイントを発信することでセルフブランディングにつながりますと。企業に見られるということを意識し、インターン経験や留学経験など就職活動にプラスになりそうな要素は全て盛り込みましょうと。IT 系やデザイン系で就職を希望しているなら、今持っている資格や手掛けたプログラムなどを PR することができます。伸ばし方にもよりますけど、数万人クラスだったらもしかしたら加点対象になるかもしれないですね。あ、フォロワー数ですね、Twitter だと。なんか数千人ぐらいだと逆にリスクの方が顕在化しちゃう感じがします。あ、なるほど、こんな SNS 見ますかね名前で検索して出てくるようになったら多分見られると思いますよ。ツイッターって若干なんか、匿名までいかないですけど、フェイスブックほど実名でみんなやらないじゃないですか。やらないですね、あと結構鍵垢多いですよね、やっぱね。わざわざ人事そこ探しに行くかっていうと、でも例えば、熊谷さんのフルネームで検索したらツイッターのアカウントが一番上に出てきたりしたら、開く人は開くと。まあそうですね、SNS 検索するってことは、なんか見たいのってなんかその表面的に学生がアピールしようとしてる履歴書とかね、ES とかに書いてある内容じゃなくて、やべえやつじゃねえかなみたいな目的で多分人事検索すると思うんで、ってなるとなんかすごい無防備に逆に普段の本アカウント鍵なしでいろいろやってる人もいるかもしれないですけど、SNS が要は強みになることはあんまないでしょうね。ウェブのマーケット系の会社とかインフルエンサー系の会社で自身も要はインフルエンサーじゃないけどフォロワー増やすのに成功しましたってなると話が早いので、そこが過程になるかもしれないですけど、一般的な企業でフォロワー多いことってほぼ何の価値もないと思うので、数万数十万いたらすごいねってこう、そこでやっと飯が食えるようになるかもみたいな感じなんで、数千人ぐらいだったら隠しといた方がいいと思います。そして以前、元 ZOZO タウンの執行役員田畑さんという方が、フォロワー1000人を超えない人間は終わっているとマジだそうなんだおっしゃってましたが、鴨さん、現在就活生社会人にとって SNS はセルフブランディング施策の一つになりつつあると思われますでしょうか僕はめっちゃしなってますけど、する必要がない人はいっぱいいると思いますけどね。そしてなんとですね、運営が最近鴨さんのツイートを見て気になったものがあるらしく、そのシーンを聞いてほしいとのことです。こいつでもできるなら自分にもできそうだなと思わせるコンテンツが一番人を動かせますよく見てますね。動画で話すのもあれかもしれないですけど、例えば意味あるかどうか別として、DYM さんの採用の新卒の応募数をめっちゃ増やしたいってなったりするじゃないですか。その時に動画で超エリートが面接して受かりましたっていう動画を撮るのと、あんま学歴もないあわわしちゃってる人がめっちゃこうレクチャー受けて頑張って DYM に内定もらいましたっていう動画だったら、見てる側は後者の方が、あ、じゃあこいつでいけんだったら俺も DIM 内定取れそうだなって言ってなるほど来るわけですよ。自分よりもちょっと下もしくは同じぐらいの共感できる人間の成功体験っていうのが、一種ジェラシーだったりとか、そういうのを生んで自分もやろうって思えるようになるみたいな。なるほど。一般的な人はだいたい最初に憧れられることをやっぱ意識しちゃうんですよ、だから僕が例えばフリーランスに対して、俺みたいになればみんな稼げるぜって言うよりも、
ちょっとポンコツっぽくブランディングしてるネジチャンネルの山本とかがしれっとすっかり稼いでる方が俺もフリーランスになれば稼げるんじゃないかって思わせられるんですよ、はい、なるほどっていう、まあ、そういう意図です続いて普段は川本さん何を意識して SNS の発信されてますか。特にツイッターちょこちょこでツイートされてますけど、大元の目的で言うとこの SNS をきっかけに僕に仕事が来る、ストックさんかもしれない、仕事がたくさん来るっていうのを目的としてやってます、はい、発信する内容っていうのは僕らがいかに優秀な課題解決能力を持っていて、しっかりと礼儀礼節を保っていてちゃんと仕事ができる人間かっていうブランディングの全て起因するようなツイートをしているっていう感じですね。もちろん派生するものはいっぱいありますけど、はい、大枠はそれです。さすがにちょっと皆さんが完全に川本さんの真似するって無理があると思うんですけど、川本さんの中のこう SNS の使い方とかコツのところで、これなら就活生でも取り入れられるんじゃないっていう部分で何かあれば教えてください。アンチとかに反応しない、アンチに対していちいちこうカッとなったりとか、あやきもきしないと、ね、悲しくなったりとかっていうのはしちゃダメだよっていう、アンチっていうのはもう別の人間なんだよっていうのをちゃんと理解するっていうところは、まあ、就活生に限らず SNS をこれからやっていく人は絶対重要だと思いますよ。煽り体制スルースキル、これね、すごく重要ですよね、うん、SNS 上だとね。炎上って言葉よく聞くと思うんですけど、はい、僕の印象ですよ、最初 DIM さんと初めてこのチャンネルやった時に、はい、コメントが数件悪いのが来てたら、はい、炎上してるっていう表現をされてたんですよ。僕からするとボヤすら上がってない状態なんですね、いや要はそれって別にすごい大事なことなんですけど、敏感になるのは、はい、ネットっていうのはもうそういうのがありきで進んでいく要は炎上っていうものに対しての免疫をいかに高めるかみたいな、これからのこう SNS 時代に、まあ、もう突入してますけど、うん、重要な心構えだと思います。じゃあ本日はここら辺でありがとうございました。ありがとうございました。